おはようございます。炭水化物です。今日もね、自転車で元気に走っていきたいなと思います。今日はマッシュのピストで走っていきます。天気はまあ晴れ時々曇りといったところでしょうか。今日なんと ACR に来ております。緑の ACR2024 2年連続の出場です。まあ、今日はね、去年自走で、ロードバイクでね ACR 参加したんですけど、今年はさすがに自走はなしということなんですけど、シングルギアの固定ギアピストでね、ちょっと今回もね冒険していきたいなと思います。スタートまであと10分ちょっと待ちましょう。よし、スタート地点向かうか。と気温が上がってきたかな。ちょっとだけ停電したら多分すぐ暑くなる。うん、そんな感じはする。結構紅白組かな。今日も3人ですね。いつもの3人です。いや、緊張してきましたね。久しぶりにイベント出るってなるとね。もうすぐスタートです。あ、好き？お待たせしました。じゃあスタート。おいよ、はい、おいって誰か、おいよ。あ、いい天気、いいね、気持ちいいわ。やっぱいや、思った以上に天気良くてよかった。もうちょっと曇るかと思ってたけど、いや、久しぶりの ACR やっていきましょう。160キロです。もちろん結構今日気温低いですね。去年もっと暑かった気がするんですが、今かなり涼しいです。肌寒いぐらい。しかし相変わらず長野はいい。帰りも海風がね結構きつそうです。今日出てるのは安曇野アルプス安曇野センチュリーライドっていうねイベントです。その160キロコースにね出ていると。でルート的にはね、安曇野スタート、今安曇野のあたりにいるんですけど、安曇野スタートして白馬まで行って折り返してくると160キロのルートです。当然ね、木崎湖とか青木湖とかあのあたりをね脇を抜けて北に上がっていく感じになります。僕の記憶が正しければ獲得標高は1000メートルぐらいだったはずなんで、まあピストでもなんとかなるでしょうと。ただロードバイクについていくのはしんどいな。安曇野って感じの道が続いてますね。一つ目の登りがやってまいりました。これが結構きついんだよな。行こう。オッケー。オッケー。なんとか登り切った。いきなりかなり足を使わされました。まあそこはね、去年も登って。いや、きつい思いをした覚えがあるんで、覚悟はしてました。気持ちいい。いや、やっぱ気持ちいいですね。最高だ。長野最高だぜ。こうやきちいや。いやー、ずっと下りなんですけど、ずっと足を回してますから結構きついですね。いやー、いいとこだ。のどかな景色、こんな朝から。ありがとうございます。2年連続大勝利です。去年もめちゃくちゃ天気は良かった。今年もかなり天気はいいです。山がかなりはっきり見えてる。全員マッシュですね。あー、めちゃくちゃいいわ。安曇野公園穂高井戸、おはようございます。もう名前忘れてんじゃん。トレンド、いやー、第一エイド到着。早速です。まだ走り始めて20キロほど。まだまだ元気です。全然元気。うわ、めっちゃいるわ。さすがに第一エイド人がたくさんいます。ファンかな、ここは確か。ちょっと合体させてみました。マッシュ3台、絶妙なバランス感覚です。指をちょん切りかけました。やめとこ、グロ画像はやめとこ。それちょっとモザイクが必要になってしまう。パンかな、これは。パン2つと謎のスープ。これコンソメのスープっぽいけど、なんだろうこれは。いや、めちゃくちゃいいですよね。めちゃくちゃいいですよ。今日天気もいいし、
山もめっちゃ見えてるし、当たりの日ですね。ちょっと当たりですよ。昨日中央道めっちゃ渋滞してたのってことですよ。そうそうそう。え、そうなんですか。そうなんです。結局だから朝9時ぐらいに出て、はい、着いたのにもう5時近かった。え、やば。ひどいな。ダンスヒロムさんの自走思い出して。はいはいはい、自走の方がみたいな。いや、自走はね、やめといた方がいいっす。マジでやめといた方がいい。200キロの次に ACR 走も楽しくないですからね。楽しめない。じゃあじゃあまた、はい、楽しんでください、はい、お気をつけて。4717で、僕4617で。ミッチピス乗ってるとこ見ないの。ルックの街道ピストが、ね、ルック あるんですね。競技用のやつと街道用と。おブレーキちゃんとついてるやつもついてないやつ。ついてないやつあるんだ。ついてないので、ついてないの見てえな。普通にバンク用の。あ、バンク。それで ACR 来てたらまずいよ。まずいっすね。何もついてないじゃん、あの人みたいな。車検どうやってんだよ。パワーメーターだけついてる。さて、視聴者の方に声もかけていただきつつ、そろそろ出発していきましょう。まだ旅は始まったばかりです。そしてちょっとトイレに行きたい。去年ここめちゃくちゃ花咲いてたんですけどね、今年は咲いてません。ロードバイクは速いぜ。登ってます。登りが続いております。そんなにきつい登りではありません。ゆっくり登りたくてもゆっくり登るギアがありません。まさか ACR でこんなに息切れするとは思いませんでした。 ACR は息切れしないイベントなんですが、頑張れ俺。わお、これはいい景色だ。いや、北アルプスが今日はすごくはっきりが見えるということで、松川村というところに入りました。はい、絶景です。安曇野のアートラインを走っています。遠くに北アルプスの山々が見えます。全然雪がすごいですね。まだこの辺はおそらくあの辺りが白馬になるのかなと。あの雪山のね、麓を目指して走っていきます。まだスタートしてね、わずか 3,40 キロといったところです。まだ青木とことかね、木崎くんにも全然ついてないので、まだまだここからですね。もうちょっと。え、今日終わるんじゃないですか。え、今日7個あるから。江戸、え、でももう2つ目ですよね。2つ目。え、届くない。いや、もう終わっちゃうじゃん。公園大町井戸、こっからが結構長いです。この森の中の道をね、ぐねぐねと登りながら江戸に向かいます。おや、ドロップハンドルになりましたよ。何これ、森のゲート。やばい、マッシュトップが長いよな。ドロップハンドルにすると結構前傾。結構前傾になるね。フラットだったから気づかなかったけど、いや、やっぱドロップ楽だわ。ヘガ、いや、森気持ちいいな。めちゃくちゃ気持ちいいね。いいですか、やっぱりフィルは。高揚感あります。いや、着いたぜ。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。シャー第2エイド。ここは何だろう、そばかな。すげえ、めっちゃ人多いわ。よっしゃ、自分なんだと思って。よし、冷麦ですね、このエイドは。冷麦とそばは何が違うんでしょうか。素材です。素材、これは何でできるの。麦でできるの。そばはそば粉です。へえ、呼ばれてみればなんかそうめんとそばの間みたいな味する。うん、出るんだ、うまっ。ということで2つ目のエイドを出発して、次はね、いよいよ鹿島エリエイドです。もう木崎湖手前ですね。鹿島エリエイドの手前の坂をちょっと登れる気がしないんですけどね。まあ歩いてもいいや、そこは。いい景色です。
多分ロードバイクだったら80キロ走ったぐらいもう足使ってる。めっちゃ疲れてるもん。すごい苔だ。目の前にね、もう山がドーンドーンなってます。やっぱ長野ですわ、スケールが違いますわ。あー気持ちいい。フォトスポットが来たか。やばい。いやー大勝利ですね今日は。めちゃくちゃいい天気、絶景、最高。すごいね、綺麗だね。やっぱ南アルプスもいいけど北アルプスはまたちょっと違うな雰囲気が。写真大会終了。今日はもう絶景しかねえからな。困ったことに、困ったことに本日は本当に絶景しかありません。信号赤は止まれでしたっけ確か。大阪では確か赤信号は気をつけて進めた気がします。嘘つきました。恐ろしいぜ長野。長野に住むとね、毎日こんな道を走ることができます。うわードローン飛んでる飛んでる。あーこの道ずっと走っていきたいな。このグラベルをずっと走り続けていきたい。ついに湖来るぞ。この後にあるはず。来た。この辺最高だよな。この辺でマジキャンプしてよ。大事ね。うん。おお。綺麗。今日めっちゃ綺麗じゃん。最高。最高。最高最高だっち。良いですな。自転車いいかも。何年目の気づき。まあこの辺の雰囲気はなんか琵琶湖の北側にちょっと似てるよな。琵琶湖の北側にもこんな雰囲気の場所があります。ええ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 始まり到着。登り切りました。あこれをもう帰りにもう一回やらないといけないのがマジできつい。ということでここでまた休憩です。ネギ味噌おにぎり、まあ、これを食べに来たと言っても過言ではありません。どうぞ。はい、お疲れ様です。どうも。来た。去年食べ放題だったけど今日はどうなんだろう。よいしょ。あじゃあまあまあ疲れたよ。俺もまあまあ疲れた。え？最初の映像であのここ見せて足すっぽ抜けた時なんかめっちゃ足の付け根くねって、え？今になってめっちゃ痛い。やんとけって。付け根ってどこ？太もものとこ？ああ。痛いところが。太ももの付け根から。ということで鹿島エリエイドもクリアして次の白馬エイドに進みます。そこでもう折り返しですね。なんでここまでもう60キロぐらい走ってきます。ちょっと今ホイールを交換して走ってます。こんな感じでブルーのねハブがかっこいいですね。僕のホイールは前の自転車についてます。さあ沖湖やってまいりました。左側にめちゃくちゃいい雪山が見えております。おお。まもなく絶景ポイントですね。あらあら綺麗。撮りますか。いやー素晴らしい景色だ。相変わらず自転車もいいな。このホイールめちゃくちゃ合うな。どうですか。白いリムにブルーのハブ、それがこの白いねフレームにすごい合ってます。いいねー。3台マッシュ並んでます。シングルギア。よしよし失礼。いえヤバ坂来た。この坂がやばい。ちょシングルギアじゃ無理だ。固定じゃ無理だ。固定でこの坂はきつすぎる。
あーやばい、200系レースぐらいいったわ、しんど。けい、もうこぐのをやめました。白馬だー、白馬来たー、最高。あー気持ちいい。ちょうど今ね、オリンピック会場になったスキーのジャンプ台が見えます。おそらくあの辺りが、折り返し地点になってるはずですね。まあスキーのジャンプ台には今回行かないと思いますけど。白馬駅到着です。ここまで来ればね、まあ、もうちょっとで折り返しかなという感じです。といってもまだ多分10キロぐらいあるけど、まあ、体力的にはねまだまだ行けるかなといった感じです。お尻が若干痛くなってきたかなといった感じです。来た、写真スポット来ました。今年もやってまいりました。よし、まあ毎年来てるけどここはやっぱいいね。まあここがほぼ折り返しかな、実質。ここからエイドに向かって南に下っていきます。誰かずっと言ってる。悲しい、悲しみのホイール、早くフィルと作ろう。いらん、あれフィルで組まないの。これはポールで組む。あ、ポールで組むんだ。左、わお、うわすげー、これはやばいな。どうしたの、進み取ります、取りましょう、取っちゃいましょう。この山今ちょうどこの水木さんから、白馬移動、エコーランド白馬、去年と同じですね。やっぱり去年はここでピザを食べたような気がします。今年は果たして。あ、めっちゃいい匂いするわ。どうも、いやめっちゃ美味しそう。お疲れ様です。これがうまいんですよね。ということで白馬エイドを出発していよいよ折り返しです。まあまだ元気かな、若干疲れは来てるけどまだまだ行きます。帰りはまあどっちかっていうと下りが多いけど、最後まだちょっと登ってんだよね。頑張っていきましょう。帰りは予報通りの向かい風です。ピストはねもう向かい風になるとやっぱり姿勢が立ってるんできついですね、フラットバーが。なになになに、あ、風車、懐かしい。あ、そうだ、あっちから写真撮ってたね。ほんまや、懐かしい。あ、来た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 。もう一人だけなんかツードフランスみたいなやつ俺やん。早い、早いよ。そんな早い。今大きな登りが一つ終わりました。動画を撮るのを忘れてました。きつい、だいぶ足を使わされましたが。青木子です。青木子まで帰ってきました。うわいいね。青木子まで来たということはあと70キロぐらいですかね。前より再びまたこの坂を登らなければいけません。左、右、帰り合って、うめえな。しゃ、頑張ろう。ああ、これはあかん、筋トレだ。これはもう有酸素じゃねえ、無酸素運動だ。まあやればできるもんですね。ギアがなくて諦めればどんな坂でも登れるもんです。よし、おやき食って休憩や。よっ、よいしょ。お疲れ様でした。現在時刻は1時。ここから次のエイドが36キロ先らしいです。安曇野エイド、そこまでね2時間半ぐらいで行かないといけないと。そこそこ時間が差し迫っておりますので、そろそろ走っていきましょう。さて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 、やっていきましょう。残りどれぐらいだろうな、残りまだ5、60キロってところか。いらっしゃーい、よーす。このルート今回初めてかもしれないです。過去に出た時はこのルートは確か通らなかったんじゃないかなと記憶しています。よいしょ。
あ、稲尾だ、稲尾駅。ちっちゃくて可愛い駅舎が見えます。それを横目に我々は横断歩道を渡っていくと。こんなとこ通れたんだね、知らなかった。これは確かにこっちの方がいいわ、間違いなくいいルートです。おお、いいね、いい道じゃねえか。わー、こっちから見たの、いやでも初めてだ、こっちから見たの。かわいい稲尾駅、やっぱ初めてだ、こっちのルート。こっちの景色もいいです。逆になぜ今までこのルートが設定されていなかったのか不思議なくらいです。まあ、信号を渡らなければいけないというところがちょっとネックでしたね。サン・オブ・ザ・スミスハードサイダーということでね、おやきのお店です。ビールも飲めます、飲めませんが、別の意味で飲めませんが、ちょっとね来てみたかったんだよな。うわ、めっちゃおしゃれ、めっちゃおしゃれや。揚げおやき、うまそう。なんとチーズ揚げおやきということで揚げております。中にチーズが入ってるのかな、モッツァレラチーズが入ってるらしいです。あ、やば、めっちゃ入ってる、うまっ。野沢菜のピザみたいなイメージですかね。めちゃくちゃうまい、ぜひ来てください。さあ、大町から安曇野に続く川沿いの道に入りました。この道ね、毎年ロードバイクだと爆走するんですけど、今年はちょっと向かい風がすごくて、もう今風がすごい、ちょっとねスピードはあまり出せそうにないです。僕もこと走っていきましょう。あー、暴風だな。安曇野市にいよいよ戻ってきました。最後のエイトまでもう少しです。多分距離が分かんないんで、さっきなんかもうあと5キロって言ったから、やっとだ、着きました安曇野だ。遠かった。いやー、鹿島よりから約34キロぐらいかな。ようやく最後のエイドに到着です。15時半でタイムオーバーになってしまうんですけど、足切りになってしまうんですけどね、今まだ15時前ということで30分以上余裕がある。あー、そうだ、この子が一番きつかった。よいしょよいしょ。最後のエイドを過ぎて、もういよいよゴールにね向かっているというところなんですが、最後ゴールに向けてね結構登るんですよね。そんなきつい登りじゃないんですけど、じわじわ登ってやがる。去年結構きつかったんだよな、この辺。ラベンダーかな、紫色の花がめちゃくちゃ咲いてます。綺麗。一通り登りは終わったような気がします。あとは下って終わりかな。そうでやってほしい。ただ残りまだ多分10キロぐらいあるかなといったところです。左はおそらくリンゴ農園でしょう。ついて、お、なんか今おならの音がしたような気がした。気のせいかな、気のせい。なんか一瞬臭かったような気がしたけど、気のせいかな。スキットです。あ、スキットか。そうかそうか、タイヤの焦げる匂いだったか。それは失礼。オッケー、メービック、ね、爆風向かい風やばい、これきつい、これは一番きつい今日。ダメだ、登り終わりかな、これで。今度こそ終わりでやってほしいです。このままゴールまで下っていきたいです。ファイトファイト、頑張って、もうすぐゴールですよ。すっかり夕方です。時刻はもう16時16分、あと45分で制限時間ですが、おそらくそれまでにはなんとかゴールにつけるでしょう。いやー、がっつり制限時間ギリギリまでかかりましたね。だいぶゆっくりと来ましたが、お互いで結構ね満喫することができました。去年一度限界を迎えて休憩をした最後セブ入れです。この時にもう限界を迎えたんですよね、一回ね。あまりにも登りが終わんないもんだから。休憩、あと1キロ
止水煙1キロ。道違った？え？嘘。あれさっきとか曲がんなきゃいけなかった。案内板なんか。少し道を間違えてしまいましたが、もう満タイです。もうあと1キロなんで、あと1キロ30分で走ればいいんでね。ゆっくり行きましょう。いや、いつもの道だ。もうこの道に帰ってきた時が一番嬉しい。止水煙が見えました。結構大変だったな、思った以上に。まあでも、そこまでいっぱいいっぱいって感じでもないな。この前の熱海の方がやっぱきつかったわ。この前の頭に比べたら全然マシ。あーさあ、いよいよです。いよいよゴール、お疲れ様です。 OK、 この前に網が構えてますんで、ぜひちょっと横並びで行くか。横並びで行こうぜ。並んで並んで、横一で行こう。そっちそっち。あ、防衛持ってる。ああイエーイ。ケイドライゼロ。キンキンに冷えたものもすぐ。マジ飲むしかねえじゃねえか。タウンの方は無料で。ということで無事ゴールいたしました。160キロ、お疲れ。よし、じゃあちょっと一旦いろいろ済ましちゃいましょう。乾杯。お疲れ。あ、記念撮影も済まして本日も終了です。これで全てのイベントが終了いたしました。これでなんとか ACR はピストでシングルギア固定で走れるということがね、証明されましたんで、皆さんもぜひね、今日もシングルギアマジで一人もいなかったんでちょっと寂しかったんでね、どんどん増えていってくれたらいいなと思います。ということで皆さんもぜひシングルギアで ACR 走ってみてください。結構楽しいですね。今日の動画は以上になります。ではまたどこかロングアイでお会いしましょう。お疲れ様でした。